どうも、一着先生でございます。さあ、今回はですね、出張先のホテルよりお送りさせていただいています。ね、もう便利な世の中になりましたよね。もう全国どこにいてもね、ボートのレース全部もうこうやってね、インターネットで見れるという、まあそういう世の中にね、なってますよ。人間っていうのはすごいです。さあ、そしてですね、ボートレース若松もマンスリーボートレース杯海賊王決定戦ということで、優勝戦が行われるわけですけども、ちょっと私もですね、前節もですね、惜しいところで、後輩とこ逃してしまいましたし、今回はですね、もうしっかり当てて私も海賊王になりたいと思います。さあ、それでは優勝戦のメンバーです。1号艇岩永雅人選手、2号艇中口博隆選手、3号艇菅文也選手、4号艇村越敦選手、5号艇松崎雄太郎選手、6号艇が葛原弘明選手となっております。一着先生の優勝戦の予想ですが、コースはもう枠なりかなと思います。はい、2号艇の中口選手ですが、まあね、6号艇とかならば、まあコース動いてくると思いますけども、2号艇ならば2コースで順当に枠なりで収まるのではないかなと思っております。そして優勝戦の予想はこのようになっております。バン、はい、ここはですね、もう気力万全の1号艇岩永選手、逃げて初 V へということで、もうここはですね、優勝の、初優勝への大チャンスだと思います。エンジン的にはですね、もうね、前提ですね、もう、ま、なかなか上位級のエンジンがこう揃ってるんですけども、ただ一つですね、菅選手のだけはですね、ちょっとキレキはあまり良くないエンジンだったんですが、菅選手も仕上げてきておりまして、もうかなりですね、船足は、6艇まで前提いいんですけども、その中で群を抜いてるのはですね、この1号艇の岩永選手で、ちょっとね、他の5艇より頭一つ抜けてる感じします。その岩永選手、準優勝戦もですね、3号艇で攻めてくる松崎選手の幕引をですね、本当にしのぎまして、で、4号艇岸本選手の差しもしのいでですね、しっかり逃げ切ったんですけども、あれを見せられればですね、もう岩永選手、あのターンができれば逃げ切るんではないかなと思いますね。はい。で、まあ、岩永選手が逃げてですね、中口選手が刺すと。そして、まあ、3号艇の菅選手もですね、もうかなりですね、もう上積みしておりますんで、菅選手が外を回って追走と。で、あとですね、この5号艇の松崎選手、準優勝戦ですね、惜しくも、岩永選手を沈めることはできませんでしたが、かなりの足に仕上がっていると見てますんで、本戦はですね、1番から2番、3番、5番、2番、3番、5番としております。さあ、そして狙いの方はですね、3号艇の菅選手からということでございます。はい、もう岩永選手、気力は万全でですね、まあ、逃げ切る状態をね、キープできればいいんですけども、そこはね、やっぱ初優勝のプレッシャーがあります。もしターンマークを漏らしてしまうことなんかがあればですね、ちょっと2号艇の中口選手がまあスタート控えめな選手ですので、3号艇の菅選手は逆にスタートバンバン決まってますので、2の上を行ってですね、ちょっとターンマークをもう漏れている岩永選手とその中口選手の間をこの3号艇の菅選手がスタートビシッと決めて、まくり差しなんかで突き抜ける展開もあるのかなと思います。そうなればですね、もう菅選手の1着から、あとはですね、もうその岩永選手、それと中口選手、それと松崎選手ということでですね、ちょっと狙いは、まくり出してですね、突き抜ける菅選手、岩永選手が緊張に、負けてしまえば、突き抜けるチャンスがある菅選手から狙っております。いよいよ優勝戦でございますが、ね、海賊王になるのは誰なんでしょうか。私もちょっとビシッとね、そろそろ当てて海賊王になりたいと思います。皆さんもなってくださいね。行きましょう。一着。